します。無流膜起動、照射。行くぞ。引くだ。僕の番だな。崩れた。追撃します。とどめだ。僕たちの相手じゃないな。私の番です。起動、フラグラッハ。私の番ですね、青き翼に。
かかってこい。見切った。そこだ。速攻で消し出す。はい、分かった。了解です。はっ、えい、行くぞ。僕の番だな。崩れた。追撃します。はい、アークス駆動。俺の番だな。引くだ。さてと、僕の番だな。やっ、まい、せい、いきます。うん、敵集団を撃破。チャージ完了です。えい、こちらの先生です。ミノクだ。ハヤテ、今だ。続け。僕の番だな。行きます。うん、はい、はい。
行くぞ。ミノクだ、ハヤテ、クズルだ。続け、僕の番だな。お疲れ様です、リーンさん。新たな師匠発見ですね。確かに、これより解読に入ります。ではしばしお待ちください。崩れた。
私の番です。ブリューナク起動照射。今です。遅い。私の番ですね、青き翼に。行くぞ。スイッチ。崩れた。今開けろ。はい。スイッチ。行くぞ。私の番です。うん。敵集団を撃破。私の番です。やあ、そこです。遅い。行きますね、青き翼に。チャンスです。気合い。行くぞ。行くぞ。
完了。えい。えい。僕たちの相手じゃないな。終わりです。チャージ完了です。やあ、チャンスです。見ろ方、早く。今だ。僕の番だな。私の番ですね。あまり見ないでください。今です。スキャリ行くぞ。フッ、この程度か。強敵か。面白い。手ごわいぞ。気をつけろ。ミノカ、早く。崩れた。続きます。行くぞ。行くぞ。突撃時劣化。僕の番だな。私の番ですね。青き翼に今です。一気に攻めましょう。分かった。了解しました。よし、行きます。無流なく起動照射、そこです。遅い。前に私の番です。サーチモード起動。詳細情報ゲットです。マイ。聞くだ。今だ。続きます。さてと。無流なく起動照射。
ですね。それ。続けてくるぞ。強敵か、注意しないとな。
現時点をもって非常事態が発生したと判断する。君たちは宿泊小屋に待機、演習地方面への連絡を頼む。おい、そいつはお一人で行くつもりみたいですね。はあ、すまない。だが今回は今までと状況が違う。この先はあのミリアムが自力で帰還できないほどの何かが待ち受けている。今回ばかりは。冗談じゃありません。だからこそでしょ、こういう時に私たちをうまく使えなくて何が七組教官ですか。昨日の夜ならいざ知らず、今のあなたが冷静だとは思えません。未知の領域に一人で踏み込む危険はあなたが一番分かっているはずでしょう。教官の霊の力も奥の手、そうそう多用できないのでしょう。救出確率を上げるためにもサポートはどう考えても必要では。それは私は別にミリアムさんのことを姉妹とは思っていません。でもそれでもどうしても放っておけないんです。教官のことを、あの能天気でお姉さんぶって、でも私とよく似たあの人のことを。そうか。てめえに何を言われるまでもなく、こっちは腹をくくってんだっつうの。だが決めるのはあんただ。切り捨てるならとっとと言えや。ふう、完全に頭に血が上っていたな。やっぱり俺もまだまだだな。教官としても一人の人間としても。命令を訂正する。総員、最高レベルの戦闘準備を。念のために演習地に連絡し、バリマールを呼んだら突入しよう。それでいいんだよ。よし、早速準備を整えよう。もしもし、リン君？トア先輩、至急各方面に連絡してほしいことが。
了です。魔獣の気配も感じない。いや、終点までは安全そうだ。そら、しかしなぜこの島に僕の遺跡が隠されて、はい、何かありそうですね。いや、ですが今は先を急ぎましょう。下に降りるにつれて肌がゾワゾワしてくるような。無事みたいだな、ミリアム。まったく、ユーシスが思い詰めるくらい心配してたぞ。えへへ、会議があるのに悪いことしちゃったかな。それじゃあ、ユーシスに聞いて僕を探しに来たんだ。ええ、ですがさすがに迂闊すぎです。でもよかった。ちゃんと無事でいてくれて。ま、そこのでかいのといい。ヤバそうな状況だけどな。ここを探し当てるなんて。ふむ、自力で仕掛けを解除してきたということか。その巨大な機体が新たな実験用の新機だな。ええ、ですがこれまでの2機とは違いますわよ。アイオンタイプアルファ2、他のガレリア要塞を消滅させたタイプの改良機ですわ。まあその時ほどの力はないみたいですけど。それでもあなたの鬼神ごとき敵ではないでしょう。なんかこの場所で霊力を補給してるみたいでさ、なんとか場所を突き止めたんだけど見つかって捕まっちゃったんだよね。うかつすぎでしょ。ですがやはりクロスベルの紫の神器と同じみたいですね。なんとか阻止すべきだろうが、人質を取られているとなると。いや、少なくとも傷つけられる心配はないだろう。神速しか知らないが、彼女たちの誇り高さは知っている。人質を傷つけるような真似は絶対にしないだろう。彼女たちの崇拝する主にかけて。面白い若者だ。女心をくすぐってくれるじゃない。リュバリーがよろめくのも無理ないかもしれないわね。よろめいてません。ここであったが千年目、我ら敵機体の力改めて見せてあげます。そうだな、灰色の騎士と火、楽しませてもらえそうね。俺の獲物よりでかいとはな。その弓も尋常ではない雰囲気ですね。でも絶対に引けない。ああ、3ヶ月近くに及ぶ修行の成果を示すためにも。私も引けません。形式的とはいえ姉妹ですから。アオちゃん、トールス第二7組特務課、これより敵集団の制圧を開始する。おう。見くらうヘビ第七使と直属。敵機体が3体し、お相手つかまつる。いざ尋常に勝負ですわ。エンネア、行きますわよ。承知。任せて。よし。
行きます。ノワールクレスト。よし。我が太刀は聖。見えた。今から魔法をかけて差し上げます。
はい。灰色の騎士もさすがだが、それ以外のひな鳥も結構やるな。黒ウサギにバーダール流、それ以外も粒が揃っているわね。さすがの腕前だが。でもなんとか届かないわけじゃないわ。このまま一気に押し切ってやるか。調子に乗るんじゃありませんわ。ここまではあくまで小手調べです。何？この上まだ余力があるというわけですか。ええ、本気の彼女たちはこんなものではないはず。ああ、気を抜くな。別の何かだ。気をつけて、僕もあれにやられたから。成功陣を披露するのも久しぶりかしら。我ら敵隊が結社最強とも歌われる夢、その身で存分に味わうといいですわ。その必要はありません。
し押しにできる相手じゃない。七組総員、ミリアムを救出してここから撤退してくれ。良い判断です。ですが間が悪すぎましたね。しまっ、瞬間転移。バリマール。これも良き機会です。一旦の担い手にして灰の起動者の力のほどを。あ、これはマジかよ。ユーナ、預かっておいてくれ。教官、これって。それがないと教官は。以前から一度手合わせ願いたいと思っていた。内戦時でも見せた。八王一刀流中伝リーン・シュバルサ、全身全霊をもって武の修行に挑ませてもらう。息やよし、それでは行きますね。来なさい、ハイノライザー。
提供しず我が太刀は制見えた。人の身でマスターに挑もうとした代償か。完全に暴走したら帰るしかなさそうね。さてどうしますか。そのまま完全なる鬼と化すか、逃げるか、我が軍門に下るか。せめてミリアムとセイドたちを逃がせれば。自身などさせるべきだ。ダメだ。レッセ黙ってろ。ふざけないでください。いつも自分だけいい格好ばっかり。ここで前に出なければヴァンガールは名乗れません。これ以上かっこよくなられてもちょっと困ってしまいますし。ですから教官は私たちが守ります。悪くない、ですが甘すぎる。少しは現実を知るといいでしょう。そこまでにしてもらおう。久しぶりだな、リーン。ミリアムとは先日の通信以来か。ガイウス、ガイウスなのか。間に合ったんだ。こうなったら僕も。ミリアムさん、やった。ごめんごめん、手こずっちゃった。なんて力。鉄血の白ウサギ、少しばかり侮ったか。そしてノルド出身の旧七国ガイウス・ウォーゼル。しかしその雰囲気は。その若さにしてその佇まい、その風格、灰の起動者とは別の意味でただ人ではなさそうですね。あなたの足元にも及ぶまい。だが
俺の全力をもって彼らを逃がすことはできるつもりだ。いいでしょう。て能力だ。霊力の充填も完了。舞台を一通り整いました。遊郭の若獅子たち、底な知性の代理者も、せめて今宵くらいは安らかに眠るといいでしょう。戻れたか。リユン、よかった。まったく無茶をする。教官、いくらなんでもあんなことは。すまない。だが文句は後で聞こう。出てきてもらおうか、青のジークリード。知性の代理者。やれやれ。まさか。どうやら聖女には最初から気づかれていたようだ。まだまだ甘いな、俺も。そしてお前たちも。ああ、否定はしない。どうやら結社と対立しているのは確かなようだな。この島と峡谷地帯の争いでそれぞれ何を狙っているんだ。何よりもどうしてそんな仮面をつけている。それは聖女も同じだろう。答える義理はない。付き合う必要も。待て。新旧7組それなりだが、実力不足は否めまい。うごめくは私兵の群れ、そして至高にして伝説の存在。今回ばかりは指をくわえて眺めていることだな。夢じゃないよね。改めてノルド出身の旧7組、ガイウス・ウォーゼルだ。見知りおき願おう、新7組のみんな。
ええ、悠々しき事態ね。その必要はない。しました。磁気公爵閣下。おお、昨日も見かけたが、そなたはミュゼイーグレット、イーグレット博の孫になります。今回の会議での決定、応援申し上げておりますわ。おお、イーグレット博の、このような令嬢がいたとはな。覚えておこう。それではな。おやすみなさいませ。Thank you.
会うのは初めてだが、死からの手紙で存じている。この身はすでに帝国貴族、随分羨ましく思っていたものだ。恐縮です、順将。結社にせよ会議にせよ、明日はおそらく佳境を迎えるだろう。風と女神の導きを、ガリウス、君の使命を果たすといいだろう。ええ、そのつもりです。ただし使命ではなく、あくまで七組としてですが。綺麗。数百のかがり火にイルミネーションの明かり。これがカイトの月祭か。アンジェリカお姉様もおっしゃっていたことですし、ちょっとだけぶらついてから帰りませんか。ああ、少しくらいならいいぞ。少しフライング気味だし、みんなへのお土産を買ってもいいかもな。やったせっかくだし、カイトのお上品な店あたりで飲むか。だから君は未成年だろう。では教官、二人きりで夜の鳩場にでも。だからあんたはやめい。もはやお約束ですね。待ってたよ、リーン。では早速ネタを聞かせてもらうよ。素晴らしいじゃないか。それじゃあお礼を送らせてもらうよ。とすっか。
なんだか幻想的ですね。ああ、まさに精霊を迎えるのにうってつけだろう。しゃにやがってこの辺りでみんなへのお土産でも見繕っておくか。星空と相まって本当に綺麗ですね。
減にしとけよ。そう毎度てめえの思惑に乗っかってやるとは思うなよ。まあそうツンツンすんなって。別にこちらはお前さんに強制するつもりは一切ないしな。それよりつながったんだろ、サザーラントからラマールまでの線が。てめえの言う通りだ。ところどころポツポツとつながってきやがった。裸足で泣きわめいて山道を歩いてた時、しょぼくれたおっさんに手を引かれたこと、おっさんに連れられて夜行列車みたいなのに乗ったこと、キラキラしたところに来てあの人に紹介されてどいつもこいつもお人よしっつうか。そうか、まあ大方睨んだ通りだったか。てめえ、だったらなんでもっと早く。たとえ俺が何か教えてそれでお前さんは納得できんのか。全てを自分の目で確かめる、そう言ったのはお前さん自身だろう。ち、まあいい。俺のスタンスは今までと変わるわけじゃねえ。今度は黒幕関係だ。出し惜しみするんじゃねえぞ。まあそれについては微妙にハードルが高そうだが、いずれにせよ今回の演習じゃ大したネタはつかめないと思うぜ。明日は相当ヤバそうな感じだし、とっとと寝た方が身のためだろう。そこの教官殿に指導されちまう前に。てめえ、いつから。この場合謝るべきか問いただすべきか、どっちだろうな。それは軍用通信機か。都合したのはレクターさんですか。当たりだ。いわゆる暗号回線でな。ちなみにミリアムやクロウサギは噛んでないから適当に黙っててくれ。そんじゃ二人ともとっとと寝ろよ。ち、マジでどっかから見てるんじゃねえだろうな。おい、なんかねえのかよ。いや別に、もともとうさんくさい人だからな。アルティナとは別の関係者を送り込んでも不思議じゃないだろう。ただどうも君は情報局員というわけじゃなさそうだな。ふっ、足りめえだ。そもそも便宜も図られちゃいねえ。俺が第二に合格したのは完全な実力。カカシ野郎は関係ねえ。そうか、じゃあどうして。ふん、個人的にどうしても知りたいことがあってな。それを知るための近道が第二にあるってあの野郎に囁かれたのは確かだぜ。レクターさんがそんなことを。さっき話が少し聞こえたが、君が知りたいのはひょっとして。てめえに話すことはねえよ。それともなんだ、羅刹あたりに突き出すか。え、カカシ野郎から情報を引き出す代わりにいろいろ調べ物はしてたからな。言ってみりゃ情報局の隠しスパイ。ちびうさよりもたちが悪いだろう。あのおっかない文校長様が知ったら即刻退学にでもするんじゃねえか。おい、まさかと思うが本気で言ってるんじゃないよな。大人びてると思ったが、自分のことになると意外と周りが見えなくなるというか。悪い、そんな目で睨まないでくれ。そもそもアルティナがいる時点で情報局のスパイ云々は今更だろ。第一、あの文校長がそれを知って君を辞めさせたりすると思うのか。そいつは断言するがありえないな。むしろ面白がってとことんやれまで言いかねない。いや、いつでも寝首をかいてこいとか言い出しそうな気も。
やめろ、想像しのいだろうが。だけこれだから常識の通じねえ連中は。だったら林教官、あんたはどうなんだ。処分の目がないとはいえ、心情的な問題はゼロじゃないだろう。俺は俺自身の知りたいことのために情報局を利用して第二に入った。七組入りを決めたのも 100% そうだ。そんな少年のクソ生意気な問題児を入れておくメリットなんざどこにある。メリットがなければ担任として教えたらいけないのか。俺はさ、アッシュ、自分がここまで来れたことに感謝しているんだ。そりゃ嫌だったさ。あんなに仲が良かった旧7組のみんなと1年で離れ離れになったのは、政府の腹立つ要請を引き受けて灰色の騎士なんて持ち上げられたのも、もっと言えば捨てられて拾われて君の悪い力を持っていたことも、大切な仲間を失ったことも。でもそれらが何の意味もない無駄なことだなんて思いたくはない。君だってそうなんじゃないか。君の事情は知らない。だが育ててくれた人の愛情はわかる。なんだかんだ言って面倒見いいしな。仲間のフォローもちゃんとするし。そんなの君の有り余るスペックからすればどうってことないか。ちなみに君は大したやつだとは思うが、それぞれ上には上がいるぞ。クルトは壁を感じているみたいだが、間違いなく剣士としては天才だろ。ユーナもあれで警察学校を卒業した。タフさも粘り強さもある有望株だ。アルティナは生徒の枠にとらわれなければトップクラスのエージェントでもある。ミューゼはまあコメントは控えておこうか。まあわかるけどな。まあ言いたいのは、君も間違いなく彼らから影響を受け、また与えているってことさ。それを是とするか非とするかはあくまで君自身の問題だろう。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、七組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。はあ、くせ、臭すぎる。なんでこの俺がこんな青春ドラマに付き合わされてんだっつの。君の七組編入を決めたのは文校長だから、文句はそちらにな。ちなみに俺の意見を言えば、アッシュが入ってくれたのは嬉しいぞ。社交辞令とかじゃなく。キモいんだよ、ったく。今日のところはおとなしく引き上げて寝てやるよ。あんたの自分をさらけ出すやり方に先制されちまったみてえだからな。時と場合によるさ。絶好のロケーションでもあるし。ふっ、言ってろ。明日はどう考えてもやべえんだろう。俺たち7組を率いるつもりがあるなら、とっととあんたも休むんだな。ああ、おやすみ、アッシュ。はあ、それで君の方はいつまで起きてるつもりだ。バレちゃいましたか。別に立ち聞きしようとしていたわけではないんですよ。ただ明日のことが心配で目が冴えたので潮風に当たりたくて。ってアッシュさん相手とあまりに態度が違いすぎません？あ、もしかして。そういうのはいいから。分かってると思うが、
くれぐれもアッシュのことは。ここだけの秘密ですよね。個人的にアッシュさんの経歴に興味は出てきてしまいましたが、少しだけ我慢することにします。ああ、そうしてくれ。君にかかったら大抵のことは丸裸にされてしまうんだろうからな。あら、ひょっとして教官、先ほどの話私にも聞かせていました？君の気配は分かったからな。さっきアッシュに言った、互いに影響を受け与え合う関係、言うまでもないだろうが、君に対しては少し違った意味がある。この2週間担任として接して改めて確信したよ。秀才かつ天才的なクルタよりも、才能の塊みたいなアッシュよりも、人間として力強いユーナよりも、得意な経歴を持つアルティナよりも、君は普通じゃないな。あらゆる意味で、そら恐ろしいほどに。君の怖く的な言動、ちょっとした冗談やおふざけ、一挙手一投足に至るまで、全てが俯瞰され計算された上で、どう因果が巡るかまで君には見えている。あくまで自然に君自身が楽しみながら。アッシュが女郎雲なんて君のことを揶揄していたが、そんなレベルじゃないだろう。さしずめ、トップクラスのプロのチェスプレイヤーのように、何千手何万手先まで読んで望む盤面を引き寄せようとしている。そうじゃないか。正直驚きました。教官の聡明さはもちろんある程度は把握していましたけど、まさかそんな形で切り込んでこられるなんて。八王一刀流でしたか。そのあたりの心構えなのかしら。私という人間を捕らえるのに特殊な見方をされたんですね。勘の目といってね、あらゆる先入観を排し、あるがままを見て本質を捉えようとする。なんだ、頭がしびれるように甘い。そうですか。極めれば何事も断りに通ずる。やはり欲しいです。灰色の騎士としてではなく、先輩の大切なお兄様としてでもなく、教官のことを、教官の心も魂も。危ない危ない。今更かもしれないが、あんまり大人をからかうんじゃない。相手によっては冗談にならないことだってあるんだぞ。失敗しちゃいました。以前尊敬する方の一人に教わった殿方を虜にする魔法だったんですが、やっぱり香りも重要みたいですね。あのラベンダー、なんとか取り寄せられないかしら。君は、いや、別に魔女を気取っているわけじゃありません。ですが以前とある機会にお話しすることがあっただけで、これ以上は秘密です。分かった、そこの詮索はやめておこう。さあ、そろそろ寝た方がいい。明日は多分早いぞ。わかりました。教官が添い寝をしてくださったらぐっすりと。しません。ほら、いい子だから。なんだか父親モードになられてしまったような。まあいいです。それでは教官、おやすみなさい。ああ、おやすみ。そうだ、最後に一言だけ。
互いに影響を受け与え合う関係、いくら君がそれを制御できたとしても受ける影響はゼロではいられないはずだ。その意味で見守らせてもらうよ、君と七組のみんなを。これから先も。よろしくお願いします、リーン教官。通信波妨害装置も成功だね。遅かったじゃん。せっかくの前夜祭が楽しめたっていうのにさ。やれやれ、お前さん本当執行者に向いてるな。執行者にしては勤勉すぎる気もするけどね。おっと、彼女たちも来たみたいだ。ダリーがぼちぼち始めるとすっか。夏至の夜を邪魔しないよう忍び足でこっそりとね。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。